こんにちは、矢田部です。こんにちは、中村優斗です。今日はですね、はい、あの走り方またちょっとやろうと思います、はい、でまず簡単なあのサッカーの走り方をしてるかしてないかの見極め方法をやろうと思います。出しちゃいます。いやなんだろうな。いや今ちょっとねここに来てね、今思ったのと違うのにしようかなっていう一瞬その考え、いやちょっとあれちょっと今これじゃない方にしようかなみたいな。だってこれ絶対あの尺短いもん。でもこれね、昨日の夜も俺レッスンやってたんだけど、はい、やっぱりこれがないとあるかないか全然やっぱねもう終わりって感じになるのよ。もう違うプレーがサッカーじゃないそれは。もうねだんだんねこの辺をやっぱり昨日だって2人それだった。ああそうなんです、ね、違うんだよなっていうのがあるんで、まあ誰でもできる見極めの方法を教えますよ。あ、行きましょう。じゃあそれだけでいいよ。はい、で終わりにしちゃおう、うん、いいの。行きましょう。え、見極めて終わりね。じゃあはい、まず、え、いいの見極めて。まずまずは中村さん、じゃあこれね、はい、あ、躊躇するなまだ躊躇します。あ、じゃあここじゃあ向こう側向いて立ってもらって、カメラさん足元をお願いしますね。中村さんのこれね、あのただのゴムチューブです。でちょっと走ってくれる。はい、はい、抵抗して、あー切れたね。こういうハプニングもあるんだけど切れた。いいよ、もう一回行こう、はい、これ出すのなまだ躊躇すげえ嫌なんだよな。行きます。はい、よーいゴー。あ、でも中村さん、あ、でもな、惜しいな。ここだ、ここ真面目ですね。で今まあまあ中村さんまあまあだね、はい、よーい、はい、そうこれ引っ張った。あ、でもいけてるね。ここよ。じゃあ俺ができてない子やります。できてない子ってどうなってるかっていうと、足元ね、ここ取ってるかな。こう蹴っちゃって進まない。進まなくていいんだよ別に。進まないんだもんこれ。進まないですよね。ね、今のわかるかな。後ろで蹴ってんの。これ例えば滑る凍った坂道ね、登りよって言った時これで行ったらどう進むわけがない。進むわけないよね、はい、だからどうするかっていうと、のしのし行くんだよね。だって足の裏をしっかりと踏みつけたいでしょ、はい、だからその形がまずできてるかできてないか。あの昔のね、みんなちびっこやった電車ごっこって、はい、そんな後ろに人いるのにこうやって蹴んないでしょ。ああそうですね。もう蹴って泣いて怒られるパターンだよね、はい、だからこれが、はい、はい、しっかりとせーの引っ張る、前に前にで走っていく。ほらほら、どんどん行っちゃう。だフレームアウトしたよね。え、全然違いますね。全然違うでしょ、はい、ね、この走り方前もやったんだけど、ちゃんといいスパイクを今みんな履いてるんだから、ソールの性能をフルに使おうよなんだよ、うん、スパイクメーカーさんいいこと言ってますよ。言ってます。待ってますよね、みんなね、いい、もう技術が素晴らしいんですよスパイクメーカーさんのはい、ね、ね、だからフルにみんな使わないとダメなんですよ、うん、使ってますよ。使ってますね使ってますよ、こうやってね。分かった。分かりました。さらに推奨してますよどんどんいきますねいや、やっぱりちゃんとね、うん、いいものはいいんだっていうの。これをだってみんな違う使い方しちゃってるからそうですね。だってつま先だけ削れてもね、だったら陸上のスパイク変えよって、うん、ね、言ったら多分ね、そんなんで出てこられて踏まれたら多分こっちも怪我するからとんがってますよ、はい、ね、あれはまずい。だからまあとにかくまあ一ついいよ、今日見極めっていう話にしちゃったから、はい、あの改善まではいきません。だって改善の仕様はあるけど、ちょっと待ってって感じなんだよね、出しすぎでしょ俺。いやそうですね、まだこれだけでいいんじゃないですかね。じゃあ今日中村さんがそう言ったから、すいません、中村さんが止めたよ、ね、すいません、中村止めるなってコメントきっとつくよ止めてんじゃねえ中村ってね、気をつけて、中村止めるなって書いちゃダメだよ俺が書こうかなやりそう俺がスパム扱いされるからね。ということで、まあこういうねゴムチューブ、また紐でもいいんじゃない、痛くなければ。まあ昔はね、あの自転車のあのチューブもらってやってたんだけど、はい、まあ、今そんなくれる自転車屋さんもねなか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 ね、そんな難しいかもしれないからね。まあでもちょっと今試してみてもらうと、
一生懸命前進もうとしてあがいちゃってるっていうのをね、まあもちろん最初はいいと思うんだよ。 1,2 歩はあがいてもそっから先やっぱこれを切り替えられるかっていうね、体の使い方ではすごく重要なので、はい、ぜひやってみてほしいと思います。ということで、はい、チャンネル登録お願いします。終わります。